そっか、天気予報は軍事情報になるのか。モネを思い出します。さて、敗戦後の日本。混乱する中で、みんなが生きるために必死だったのでしょう。安子のように、身内を亡くした人も多かったでしょう。ということで、今日は、話が思いっきりそれます。私が、常々疑問に思っていたことです。スピリチュアルな話です。つまり幽霊ね。幽霊の目撃談は、よく聞きますが、原始人の幽霊を見たという人はいないですよね。なぜでしょうか？という疑問。古くても、落ち武者の幽霊。三谷幸喜さんも、落ち武者の幽霊の映画作っていましたよね。でも、落ち武者の幽霊も最近では、目撃談がなくなりましたよね。調べてみたところ、仮説ですが、幽霊の寿命は300年だとか。その仮説が正しければ、原始人の幽霊は、とっくに寿命を迎えているので、目撃談がないということになります。もう一つの仮説は、原始人の時代には、生きることで精一杯で、この世に未練を残して亡くなる人がいなかったということ。あの世という概念すらなかったのかもしれません。亡くなったら、皆さん無事に成仏できたってことでしょう。誰も答えを知らないというか、証明できないと思いますが、戦争で亡くなった人は、未練を残して亡くなった人が多いと思うので、幽霊であふれ返っていたでしょうね。そういうことで、やっぱり戦争はやっちゃいけないって。なんのこっちゃって話になってしまいましたが、そういうことです。